石原さんは、はい、復帰後初めての母親役、はい、まあ自生活でもお子さんがいらっしゃって、はい、子育てしながら今回の映画にも撮影臨みましたけれども、はい、仕事と子育ての両立っていかがでしたか、うん、いやもう本当に大変でした大変でしたかもう本当に大変でした <laughs> 何が一番大変でしたか今2回言いましたね <laughs> あでもミッシングの撮影に関しては 3週間で終あっ<あ>そ,<う>そうなんですこの撮影は3週間1か月弱で終わりまして、ええ、なのでうーんなんか正直役に没頭できたのもありますしその時まだ保育園行かせてなかったので、はいええ、家族とシッターさんの助けを借りて乗り越えた感じではあったんですけど、うん、そうですね いやもう正直言うと連ドラの方がもうが撮影期間が長かったのでその期間に病気になったりとかが病子どもの病気と一番大変なシーンとスケジュールとが重なった時にもうなんかもうカオスでしたもう想像するだけで泣きそうになります、<laughs> その状況本当にすごいすごい大変でしたね。もう体調的にも、はい やっぱずっと抱っこだったので、えー、もう腰が痛すぎて、うん、うん病気と重なるってしかも結構多かったんですよ、この1年 1> 特に1歳超えたあたりから本当に増えましていやいつ落ち着くんだろうっていうの友達の友達に小学校上がったぐらいかなって言われて。 先だなーと思いますでもまた違う悩みも出てくるからねって言われたんでその子どものお風邪をもらっちゃうことはなかったですかありましたですけど<ー>そんななかったんです多分すごい引いても私自身多分昨年2回もらったかなぐらいでしたえ<ー>しかも熱出てないです私自身はやっぱり母は強いですね,です,ねすごい思いました <laughs> あれって なんでこんなに看病してるのに、私だけ映らないんだろうみたいないた、ね。すごい。そうなんですね。不思議です。<laughs> 何か子育てとの両立において、工夫されていることとかっていうのはありますか。工夫。工夫。でも。少しでも、まあ、なんて言うんでしょう。マイクロナップと言いますか。はい。ちょ、少しだけでも寝ます。はい<っ>。一瞬だけでも。うん,うんうんうん。あの。移動中とか。はい。そうですね。あと。 あのたまたまこうベビーカーでお散歩行った時の間で寝てくれたら、ええうん、もう寝たってなってちょっとじゃあいつも通り過ぎてるカフェでも寄ってみようかなと思ってラテでも買ってみてちょっと一瞬のフリーズみたいな <laughs> <laughs> ちょっと風を感じようみたいなのはありますけどわかります。す、ね、すごくくももう子供が、ね、夜寝てくれない時もありますから、うん ちょっとでも寝られる時間ちょっとでも体を休める時間があるっていうのは大切ですもんね。本本当に本当ににあとは仕事に行くっていうのを悟られない<は>もうわ分からないようにするっていうかいつも一緒だよ<ぁ>いつもと何ら変わらないよっていうのでい寝かしつけた後に仕事に行くっていうのを思われないように<ぁ>。<laughs> <laughs> いつもを演じますあ,あそうなんですね <laughs> 家でも演じてるんですね <laughs> その時だけ、うん、頑張っていつもはい。でもお子さんの笑顔があるから仕事が頑張れることとかもちろんもちろんねえ子育てから離れて仕事に没頭する時間があるからこそよりお子さんを愛おしく思えたり、はい、そういうこともありますもんね。そうですね